どうかしたか？お前はどうしてそうも平気な顔をしていられるんだ？この状況に違和感を感じないのか？確かにこうして横になって向かい合うのは変な感じだけど、誘いに答えてくれたのはメディナじゃないか。お前との思い出について語るという名目で私はここへ来たんだ。こんな状況に侵されるなんて想像できるはずがないだろう。ごめんごめん、とにかく余計なことは考えずいつも通りにしててくれればいいから。それが無理だと言っているんだけどな。とはいえわがままを言っても仕方ない。どうすれば緊張が解けるのかを考えよう。そうだな、目を閉じてみるってのはどうだ？俺の顔を意識しなくて済むだろ。なんとも強引な方法だが試してみるか。どうだ？確かにこれならいつも通り話せそうだ。あ、そうか、ならよかった。こうなるとやっぱり疑問だ。どうしてお前は緊張しないんだ？いやいや、俺だって緊張するよ。その落ち着きようだと全く説得力がないぞ。本当だって。でもメディナが緊張しているのを見てなんだか落ち着いちゃったというか。私を見て？それはどういう意味だ？なぜ笑う？緊張したり落ち着いたり、いきなり焦り出したり、反応が面白くてさ。悪趣味だ。悪い悪い、そういうメディナを見られる機会ってないからちょっと嬉しいんだ。どうしたんだメディナ？やっぱり目は開けておきたい。でもそれだと緊張するんじゃ。ん？ああ、やっぱり緊張する。だったら無理しなくても。いや、これがいい。お前と共に過ごした思い出が真っ暗な記憶では嫌だ。だから多少会話がぎこちなくはなるが、目を開けてお前の顔、そのいろいろな表情をしっかりと目に焼き付けたい。わかった。ただ無理はするなよ。大丈夫だ。本当か？お前。ごめんごめん。メディナのやつ、一度決めたら絶対に曲げようとしないよな。とにかくせっかく協力してくれるんだ、今彼女の意思を尊重しよう。